ジェプツンタンパ一世、ジェプツンタンパ一世は、モンゴルの北部ハルハを本拠として活動した化身ラマの、名跡の初代。方名として、ザナバザル、ロサンワンボギエンツェンなどがある。ジェプツンタンパ一世は1635年に、ハルハ・トゥシェート半部のゴンボドルジの子として、誕生、4歳で会を受け、ジュニャーアナバジュラというボンゴの名を授けられた。 彼に対するモンゴル語の通称の一つ、ザナバザルはこの名称のモンゴルなまりである。翌年、出家して、ロサンワンボギエンセンという法名を新たに受けた。1649年に、チベットに巡礼し、パンチェンラマ、エンサトゥルク島に、指示、1650年、ダライラマ五世より、チョナンターラナータの転生者としての認定を受け、1651年、ハルハに帰国した。 ここに、化身玉の名石イジェプスンタンパが成立した。春葉三部のうち最も西に位置する、ジャサクト半部では、1662年より1667年に、かけて内紛が生じ、多数の遊牧民が東隣のトゥシエト半部に避難した。内紛が収束した後、ジャサクト半部は避難した、遊牧民の返還を求めたが、トシエト半部は応じず、そのため今度は、 ジャサクとハンブとトゥシェイとハンブの間が嫌悪となった。1680年半ばに至り、新朝の後期帝、チベットのダライラマ、オイラとの名手で、ジュンガルブの主張ガルダウンらが仲介し、ジャサクとハンブとトゥシェイとハンブの講和を図る、フレーエンビルチェール会名が1686年に開催された。この際、ジェプツンタンパイ一世が、ダライラマの名城としてこの会名に派遣された。 ガンデンティッパと同じ高さの座に座った剣について、ガルダンの激しい怒りを招く。ガルダンは、エンサトゥルクの転唱者として、チベットのラサに登り、出家して、ダライラマ5世に指示していたことがあった。ガルダンにとって、ジェプツンタンパ1世は、自分の前世の弟子に過ぎず、それが、ダライラマの名代と対等に振る舞ったことは、死たるダライラマを侮辱したと受け取ったのである。 フレーンビルチェール解明が破れ、1687年、ジェプツンタンパ一世の兄である、トゥシエとハンチャ軍ドルジは、ガルダンに救援を求めようとした、ジャサクとハンイコールシラを追跡して、殺害、救援に駆けつけた、ガルダンの援軍を破り、指揮官だった、ガルダンの弟、ドルジジャプも戦死させた。翌1688年、ガルダンは報復として、オイラト軍を率いて、 ハルハに侵攻するが、弟ドルジジャプ殺害の下手人である、トゥシェートハンのチャグンドルジと、ダライラマのナシロニブレイを働いた、ジェプツンタンパ一世の引き渡し要求を戦争目的として掲げた。ジェプツンタンパ一世はニーチャグンドルジの祭祀を伴い、東隣のチェチェン半部の領内に避難したが、ガルダン軍の一部がチェチェン半領内に侵入してきたので、 さらに、新朝の勢力圏である南モンゴルのスニトブの境界まで逃れ、新朝の保護を求めた。ジェプツンタンパのニーチャ・グンドルジは、トゥシェート半部の軍勢を率いて、同年9月、オロゴイノールの地で、ガルダンに決戦を挑んだが敗北、ハルハ左翼の人々は、ジェプツンタンパ一世を追って、新朝の領内に逃げ込み、新朝の保護を求めた。1690年、ガルダンは、 ドゥシエとハンチャグンドルジとジェプツンタンパ一世の引き渡しを清朝の高規定に求めたが、高規定は拒否。ガルダン軍は新朝勢力圏の南モンゴルに侵入、ウランプトンで新朝軍と交戦した後、ハルハに引き上げた。翌1691年、ハルハ諸公が新朝への服従を誓うドロンノール解明が開催され、ジェプツンタンパ一世もこれに参加した。 ドロンロール解明の後、ジェプツンタンパ一世は10年余り北京に滞在して活動し、その後ハルハへ帰還した。1722年、康熙帝の死去の知らせを受けて再び北京を訪問した際、病の床につき、翌1723年に89歳で成去した。札企画、金、毛虎聖教領収、アキラヌのタケルタンともえともチベットの関係。 猛虎ともチベット歴史関係の研究、小中小局、ISBN9570903589 橋本、光田から、第四章猛虎の二大辣間第一説、アキラヌのタケルタン小図、勝図、猛虎の辣間教仏教講論者、1942年、113から121ページ。宮脇淳子、最後の遊牧帝国、ジューンガルブの攻防講談社。 1995年、ありがとうございます。